皆さんこんにちは、アミゴ TV の鈴木亜美です。今日はですね、気づいたらなんか爆買いしてたっていうことなので、せっかくなので紹介していきたいと思います。買い物しに行ったのはこの H&M ですね。子供のパジャマをね、買おうかなって思って行ったんですよ。ただちょっとついついね、なんかいろいろ見てたら可愛いなっていうのがいろいろあって、この夏を乗り切るための服をもう一気に買っちゃいたいなっていうのと、子供生まれた後もなかなかすぐに買い物行けないので、わざわざマタニティ用の洋服を買うんじゃなくって、産後も着れるような、なんかそういうものをね、ちょっとチョイスして買ってきました。結局なんか自分のものばっかになっちゃったんですけど、なのでちょっと紹介していきたいと思います。まずは今日の目的だったね、可愛い子供たちのねお洋服をね紹介しますよ。パワーパトロールですね。はいパワーパトロールの上下セット、パジャマって買わなくって、普通の洋服をね、あんまりちょっとビロンビロンになっちゃったやつとか、そういうのをこう部屋着にしたりとか、もう普通に外でも着ていけるような T シャツとか、そういうのをもうパジャマにしちゃったんだけど、ちょっとなんかこの夏ね、快適にもっと過ごせるようにわざわざパジャマっていう感じのものを買ってきましたね。これ次男くんのですね。ちょっとゆったりと着れるようにね、あんまぴったりすると暑いので、上下セットね、かわいいね。お兄ちゃんもさ、パワーパトロールあったらよかったんだけど、もうサイズがなくって、涼しげな感じの、そう、恐竜の絵が描いてあるね、上下セットで夏も涼しげにね着れる薄い生地のやつね。あまり肌露出して寝ちゃうと割とそれで風邪ひいちゃったりするんだよね、暑くても。あとお兄ちゃんのパンツ5枚組、これね、パワーパトロールあったからね、ボクサーパンツ。あとお兄ちゃんと次男くんのお揃いの3枚組で1499円、3セット買うと安くなるっていうね、かわいいよね。タンクトップは何枚あっても足りないぐらいね、夏はもう汗かくし、すぐね、お外行って、お家入ったらまたちょっと着替えてって、着替えが多くなるので、サイズ違い、同じやつを買いました。あともうワンセット買わなきゃっていうので、ジナン君の長袖の方をね、まあ、インナーにもなるし、アウターとしても着れたり、いっぱいあっていいようなもの。こんな感じで子供たちのが終わりました。そして私のはズボンが欲しいなと思って、大きいんだけどここが深いのでお腹もちゃんとポコっていけるような、普通のね、なんかサラッとした感じのパンツです。サイズがね XS、 ゴムなので、まああのお腹が大きくても結構しっかりとすっぽり入るかなっていうね。大きいダボとした T シャツの下とかにね履いたらいいかなと思って買いました。でやっぱ長ズボンも欲しいなと思って、これもなんかね素材がとってもね気持ちいいやつです。まずベージュでしょ、これも XS なの。 XS なんだけど、これもゴムでビヨーンってしてて深めにあるので、お腹がポーンってあってもしっかりと、これお腹をねしっかり入る感じ、ほらお腹がねちゃんと入る感じ、これいいなと思ったからね、色違いで、ちょっとベージュ、濃いめのベージュ。まあ、これも薄いベージュかな、アイボリーみたいな。で、もう一色ね。で、これ黒ね、黒。3色持ってればもう最強でしょっていうね。部屋着でも着れるし、ちょっとだけテカテカってしてるので、お外にも着ていけるようなね。とってもこうタンクトップに合わせてもおしゃれだしね。着れますねっていう感じのね。これはなんかもう産後もすごく部屋着として着たいなと思って、これ S サイズ、これさすがに XS はねちょっとちっちゃかった、普通に履いてもちょっとちっちゃかったので、ラインが細めなんだけど下の方がビヨンって、まあこういうのに上はもうちょっとセールだったんですよ。タンクトップ、普通のタンクトップ S サイズ999円が399円でした。はい、バーってきてビヨンってしてね、バーってきてお腹が出ててもビヨンってなるんで、なんか1枚ねさらっと着たいなって、うん、これもねタンクトップの上とかにちょっと着る、ニットのタンクトップですね。ちょっと下がピロンピロンってなってて、ここもねこうこんな感じで切れてるので、お腹大きくてもゆったりとして着れるのでいいかなと思って、これ S サイズ、これも999円、安い。ちょっとね室内入るとクーラーって寒かったりするので、こういうちょっと茶色のシャツですね。なんかすごい色が可愛いなっていうのと、こういう薄いタンクトップ着てる時にさらっとこうやって着てたり、ね、こういうのまくったりとかしてこうやって着てたらなんかすごい可愛いかなと思って、これもすごいなんか気持ちいい素材で、子供たちが寒くてもかけてあげたりとかできるようなね、なんか何にでも代用が効く、可愛いかなと思って買いました。これ M サイズです。これもなんかちょっと似たような感じ、これはねロング、それのロングバージョンの、これもっと薄手のやつね、ちょっと透けてる、すごく長いから、こういうパンツ履いてても上から着て
ちょっとこうね、シャツの襟がさ、ビシッとしてるから、なんかちょっと外行ってもちょっとおしゃれな感じになるように。これで XS なんですよ。で、これはなんか産後、授乳の時とかも、ここがバッツリバックリ開いてるので、上げやすいかなっていうか、着やすいかなと思ってね。で、これがちょっとね、形がすごく気に入ったので、はい、色違い。気に入ったやつは、もう大人買いです。黒バージョン。はい。これなんかかっこいいよね。かっこよく着れるよね。それでね、ちょっとこう、入院とか考えた時に、あ、ちょっとパジャマっぽいけど、おしゃれっぽい感じ。でも、アウターとしても着れるようなの欲しいなって思って、このセットアップ。パジャマ売り場みたいなところに下着とか置いてあるところ、スルーンとしてて、とても着やすい。産後、授乳する時とかね、すごく使えるやつですね。これも S サイズ。これなんだっけな。これはね、さらっと着たいなと思って、夏、このもう暑い時は、チューブトップだね。チューブトップとか、そういうものにね、さらっと。これももう何にでも合わせられるように黒にしました。これはもう全然産後も着れるし、今でもね、着てもお腹がそんなに目立たないような、この生地のね、広さもあるので、可愛いでしょう。で、この後ろもね、ちょっと紐で結べる感じで、可愛らしいラインになるけど、黒だからちょっとね、いけるかなって感じ。そして、こういう時のインナー用にね、これ一応水着なんですけど、下着代わりに買いました、これ。はい。そんなにパッドも入ってなくて、薄いやつですね。胸が張ってても悪く目立たないような感じのやつですね。サイズが36で、下もね、セットであったんだけど、まあ下はね、履かないかなと思って、こういうやつの下にこうやって着ててもね、とても可愛いかなと。暑い時はこういうね、薄っぺらい下着でいいかなと思って買いました。はい。あとやっぱ夏場はね、もうちょっとパンツ。これまあ、いっぱい入ってる。でね、仕事用に一応買いました。これ XS で1999ですね。まあ、モデルさんとかね、女優さんとか、こういう目立たないやつね、跡がつかないようなパンツ、こういう下着はもういっぱいね、持ってると思います。そんな感じですかね。こんな感じで買ってきちゃいました。もうこれで結構もうアウターもあるし、インナーもあるし、もうこのパン3色のね、パンツでヘビロテして夏越しちゃうねっていうね、うん。部屋でも過ごせるし、外にもちょっとお迎えに行く時とかね、使えるしいいかなと思って。完全にこれ私の本当に好み出てるなっていう、柄もなし、カラフルなものもなし、なんか何にでも合わせやすいやつ。ね、今日もらってこの色のワンピースだしね。そう、本当にね、これが私の好みです。はい。なんか子供のね、パジャマだけ買ってこようかななんて思ってたらさ、びっくりよね。37,172円も使っちゃいました。気づいたら爆買いしてたっていう。そしてこう、マタニティのお洋服として、秋口ぐらいまで着れるかなっていう感じの。洋服を買ってきましたっていう感じでした。まあね、ちょっとお腹が大きい方とかね、もしいたらね、あ、こういう風な洋服でも全然過ごせるんだっていうことをね、ほんと少しでも参考になればいいんだと思います。はい、ということで今日はこんな感じでした。ありがとう。バイバイ。